旧国シンクタンクからこんにちは。新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。和田先生、はい、長瀬先生、よろしくお願いします。本日は江田先生はズーム参加でしたので、この3人で、お届けしたいと思いますけれども、まず和田先生、はい、新年の抱負をよろしくお願いします。新年の抱負、はい、そうですね、あと展望ですかね。そうですね、まあ、まさに増税の話っていうものが、まあ、ずっと出ますよと、はい、まあ、こんなばらまいたら出るよねという話を、まあ、してきたわけですけれども、まあ、去年の年末から非常に増税ということが、まあ、やかましくなってきているという中で、じゃあ今防衛増税の話なんですけど、今年はですね、子育て増税っていうのが来るんじゃないかなと思ってるんですね。それなんでかっていうと、財務大臣の記者会見見たら、まあ、その 財源、今年の6月の骨太方針の中で子育てのやつ打ち出すにあたって財源を検討しなきゃいけないとかいう話をしていたので、子育て、のねばらまきだからといって安易にみんながいやこれ本当助かりますみたいな話をしてたら、後で増税取ってかれますよということっていうのを、これはもう念頭から、まあ、周知していかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思っていて、まあ、いい加減ね、まあ、いろんな男女共同参画をめぐる問題とかって東京都の、ね、話とか出てますけど、もういい加減解決策は減税しかないんだということをやっぱりちゃんとね、もっと浸透させていこうというのが今年の抱負です。はい、はい、いやでも安藤先生、一貫してあらゆる増税に反対しますと、はい、そうですね、いうこと、はい、しかもこんなデフレ危機の時増税するなんておかしいでしょうというイデオロギーがだいぶ浸透してきた。そうですね、まあ、あとはね、ひまそらさんという、ツイッターの方がいらっしゃるおかげで、まあ、役所の監査をちゃんとしたらいいんだと、まあ、これね良心的な日本人ならやっぱりみんなそう思ってたと思うんだけども、まあ、そんなことも不可能だよねと、量が多すぎるしいい加減すぎるしっていうことで、解決策は入りを絞る減税しかないんだということが、まあ、浸透しやすい環境っていうのを作っていただけたところもあるので、まあ、これネット上だけの話ですけど、まあ、それをどうやって、まあ、その地域の人たち、地域で その行政改革、今年は統一地方選挙もあるので、それにつなげて、いけるのかと、でそこのところを、まあ、ちゃんとやっていくというのが、まあ、今年の課題ということです。はい、はい、だいぶ成果出てきていますのでね、はい、さらに我々としても頑張りたいと思います。はい、山田先生、今年の抱負と内外の展望ということでよろしくお願いします。はい、いや、旧国シンクタンクではですね、まあ、国際情勢も、内政の話もね、先ほど渡瀬先生からも話ありましたが、国際情勢も当然我々としては注目をしているという中で、まあ、やっぱ昨年2022年は、まあ、ロシアのウクライナ侵攻、まあ、ウクライナ戦争ですかね、があったということで、まあ、そこにだいぶ、我々の関心を向けていたというところなんですが、まあ、10ヶ月今日10ヶ月程度ですね、今経ちまして、まあ、ある程度織り込まれたという言い方はちょっと語弊があるかもしれませんが、まあ、中期的な形、それ長期的な視点というのもいろいろな意見が識者から出るようになりましたと。で、まあ、その中でやっぱり今年は、チャイナっていう、まあ、超大国というファクターから見ますと、まあ、習近平指導部というのが3期目になって、実はまだこれがですね、チャイナとしてはこの数十年で、初めてというか未曾有のこととして何かというと、中国共産党という党の駅と、それから習近平の指導部の駅がですね、ひょっとしたらずれるかもと、今まではずっとですね、指導部駅と党駅というのは一致してたわけなんですね。それは集団指導体制、それがずれるかもというのはある意味ではですね、それはチャイナの内政外交にも大きく影響を与えるし、与えるということは当然日本も関係する国際情勢にも招待国としては影響を与えるという意味ではですね、ウクライナ情勢というものからやっぱり転じて2023年このチャイナというのがどう動いていくのか分からないという不確実性がだいぶ高くなる年なんですね。そういった意味ではやはりこう従前からある米中対立も含めてですね、チャイナの動向というのをしっかりとですね、旧国シンクタンクで発信できたらなというふうに思っております。はい、まあ、発信とともに去年の下半期は中川先生の、はい、まあ、水面下での提言が動き始めた、はい、そうですね、ということですね、はい、今年上半期加速させて、そうですね、まあ、データ取引所とかも含めてですね、そのサイバー関係の分野も発信できたらというふうに思っております。
中国のリアルな情報ということで、ね、はい、で私の方はですね、まあ、去年下半期を中心にひたすら日銀総裁人事の話を言ってきましたが、まあそれはもう決まっていることなので、まあ今言う話ではないかなというところで、まあ、今年の上半期はとにもかくにも皇室の本を私が今度は書いたということもありますけれども、これあの300年に一度の大事業ですからね。あの大体あのこの600年で3回目の危機を迎えているので、まあこれまあ菅内閣でほとんど解決策は出ていますので、まあこれを実現してしまえばこれは大きな成果ではないかなということを提言普及実現していくということを、まあ上半期にまず絞って、でそんな上半期でうまくいけばいいんですけれども、まあそうですね、1年かかるのかどうなのかわからないですけれども、とにかくもうこの上半期で皇室の300年に一度、600年に3回の問題を片付けるということを最優先に考えていこうかなというふうに思います。そこで、まあ、あの皇室の話でこれ勝てなかったら何が勝てるんだと。旧国シンクタンク内海フォーラムでも、とにかく我々は自由主義のシンクタンクだからこそ勝たねばならんのだということを言ってきましたけれども、これ勝てなかったら何を守るんだ、何を勝つのかっていう皇室の話で勝ち切って、下半期、他のいろんな問題、特に、まあ、マクロ経済とかそういう問題、安全保障であるとかそういう問題でも提言普及実現をやっていけるような状態に持っていければなというふうに考えております。ということでですね、まあ、我々3人の抱負と内外情勢の展望やってきましたけれど、告知もあの2人からそれぞれありますので、はい、和田先生お願いします。そうですね、あの検証論文を、まあ、昨年から募集をしているんですけれども、まあ、どんな検証論文かっていうと、まあ、自治体の経営改革でこんなことをやったらいいんじゃないですかというような検証論文を募集していて、特に行政評価、まあ、政策評価とも言うんですけども、もしくは、まあ、政治家の方々の、まあ、経営実績の評価ということで、その仕組みですね、事務事業評価とか政策評価の仕組みを皆さんから、まあ、こんなのがいいんじゃないかというのを検証論文で募集していると、まあ、できる人は条例まで作ってもらえると嬉しいんですけれども、まあ、それの締め切りがですね1月の末になってます。で、いきなりそんなこと言われても難しいよって声が結構あったので、参考図書をですね、皆さんに、ちょっと前からご紹介してました。それを再度ご紹介するとこれです。上山真一先生の行政評価の時代という本で、まあ、これなんとですね、最初に出されたのが1998年ということで、20年以上前、25年前ですね、に書かれた本なんですけれども、この内容というものが未だに通用するということが、まあ、それは問題、それも問題なんですけど、まあ、未だに通用する本だと僕は思ってるんですね。で、この上山先生が、まあ、全国に、行政改革、事務事業評価であるとか、そういうことを広められた方であるし、大阪の維新の人たちの改革を支えた人になりますんで、この内容っていうものをちょっと、読んでいただいて、で、まあ、すぐ読めると思うんですよ、これ。分厚い本ではあるんですけど、大体ね、多分2時間ぐらいあると読めるんですよ。2、3時間で読めるので、まあ、この感想文でもいいので、まあ、1月末の旧国シンクタンクの検証論文に、応募していただけると嬉しいなというふうに思ってます。はい。はい。というか感想文でもいいという、ね、すいません、ちょっと要件を下げてしまいましたけど、はい、下げました、はいはいはい、ということでぜひね、はい、あの締め切り日伸ばしたくないのでよろしくお願いしますね。はい、はい、中川先生からも告知お願いします。はい、はい、ついにですね第2回目の、大国のハイブリッドストラグル2023新春という、フォーラムを開催の告知をさせていただきます。これ実はですね、2022年が第1回目ということで、旧国シンクタンクではですね、定期的にフォーラムというのをやってますが、旧国シンクタンクとしては、通算で第6回目になるんですけれども、この大国のハイブリッドストラグル安全保障、国際情勢を語る、このフォーラムについては第2回目ということで、やります。これがですね、日程が決まりまして、何しろ皆さんこれメモっていただければと思うんですが、2月12日日曜日、清涼会館です。あの、前回と同じ場所ですね、になります。前々回ですか？あ、前々回。去年と同じ。そうですね、はい、ハイブリッドストラグルはだから、同じ会場ですかね、っていう形になります。会員の皆様はですね、これ入場が無料となっておりまして、一般の、それ以外の一般の方は、
PTX というですね、オンラインのプラットフォームから申し込みをすることができますと。で、会員の皆さんはメルマガでね、後々告知をいたしますので、そちらを見ていただけると思いますが、登壇者ですね、の皆様を申し上げますと、篠田秀明教授ですね、岡部義彦教授、小野義則准教授が、ご登壇いただくということで、我々はですね、当然研究員として、渡瀬研究員、それから、私が、さらにそこに登壇、をいたしまして、ディスカッションすると。で、当然ながら、倉山所長と江崎研究員もそこに入ってですね、今回、国際情勢というのを先ほどお話ししたように、この2023年の展望、それからこれまでの情勢というものを分析しながらですね、クロストークを交えて、かなりこう新しいですね、展望、まあ、一般にあるような話も含めながら、それぞれの先生の個性的なですね、意見も含めて出てくるかなというふうに思いますので、ぜひ皆さんこの日、改め申し上げますが 2月の12日日曜日、時間はですね15時開演、14時半開場というふうになっておりますので、ぜひそちらの会場に来ていただけたらというふうに思っております。はい、ということでですね、今年もやりますハイブリッドストラグル、はい、ということでよろしくお願いいたしますというふうにですね、まあ、我々今年もね、自由なシンクタンクとして究極のシンクをタンクして、提言普及実現を務めていきたいと思いますけれども、その都度その都度で最も重要な究極につながる政策を提言普及実現していくわけなんですけれども、こういう自由な活動ができるということは皆様のお支えがあってということですので、誰の下請けでもないからできるということですので、皆様の引き続きのご支援というものを会員になっていただければ、それ自体が支援ということになりますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。今年もよろしくお願いいたします。日本には近代政党が必要だ。近代政党というからにはちゃんとしたシンクタンクがなければならない。全くこれまでと違った局面に今直面しているのではないのか。その税金がどういうふうに使われてんだということに関して本当に意味のある使い方してるんですかって。チャイナが欲しがるような資源を持ってる中で、まだまだ全然使い切れてない分野が多いよ。目的は一つで、日本が地球上で文明国として生き残るため。